基本的なアッカーマン機構の動作。四輪すべての中心線が一点で交わる。茶色の棒がナックルアーム、黄色の細い棒がタイロットアッカーマンジャン等機構とは四輪、自動車におけるステアリングに関する基礎的な理論でスリップアングル等を考慮しないごく低速での移動時において四輪すべてが滑らかに動くための条件を示すものである。またこのステアリングジオメトリを アッカーマンステアリングジオメトリという、渦の上のような四輪車があり、極ゆっくり移動しながら、左にステアリングを切っているとする。すべての車輪は各瞬間において、その向いている方向に動くものとする。以上の条件の下で、後輪は走行しないのであるから、回転の中心は五車軸の延長線上にある。渦の下で、黄色の点で示した。次に、 左右の前輪について考える。前述の条件を満たすには、それぞれの車軸の延長線が回転の中心を通る必要がある。この時、左右の前輪は、それぞれの位置で走行するために、ホイールベースとトレッドによって方向に差ができる。このため、平行リンクで左右の前輪が平行になるように走行してしまうと、それぞれの車輪でずれが発生してしまう。渦は、 実用上十分な禁止として知られている解決法も示している。ここで示しているように左右それぞれのナックルアームの延長線がの射軸上で交わるぐらいにタイロッドを少し短く変形した四節リンクとすれば良い。このリンクを指してアッカーマン機構と呼ぶこともある。最後に以上はいわゆるスリップアングルなどが発生しないごく低速の場合を前提としている。 いわゆるアンダーステアやオーバーステアといったことが議論される定常円旋回をはじめとしたある程度以上の速度の走行におけるコーナリングにおいてはいわゆるコーナリングフォースを考慮しなければならない。アッカーマンとジャン島ウはどちらも人名。W. ルドルフ・アッカーマンと W. チャールズ・ジェニトドを参照のこと。なお発明者の詳細等については単純ではない。 参考にできそうな資料として、英国の車雑誌モータースポーツマガジン誌の1954年4月号の読者コーナーに寄せられた情報にリンクしておく。ガングなどで見られる左右の前輪が連結された軸そのものを車体中心で走行する場合は、これとは違ってくる。ありがとうございます。